もうすぐ春だよ。美しいくちばしを持っているエトピリカと、羽をバタバタして泳いでいるウミガラス。この海鳥さんたち、飼育員さんやお客さんに何かを教えてくれます。さて何でしょうか。可愛い動物が大好きな松井さん、お答えください。飛び方で明日の天気違います。明日の天気近い？気温気ではなく、実は季節の変わり目を教えてくれるんです。この時期は羽が変わる時期でして、エトピリカは真っ黒な冬羽から目のあたりが白い夏羽へ、そしてウミガラスは冬羽の状態から顔周りが黒い夏羽に変化します。まもなく春が訪れることを教えてくれている海鳥さんたちなんでした。思わずキュッ。優雅に泳いでいるのは鏡台。人が多い時間帯やカメラが苦手なので隠れていることが多いのですが、スタッフが通りかかるとじっとこちらを見ています、すると、バイバーイとまさかのお手振りサービス。めったに見せない姿に私たちを思わずキュッとさせる鏡台でした。そうなんです、サービス。僕の意すごいだろう。こちらは最古の甲骨魚と言われているシロチョウザメ。水槽の底をゆったり泳いでいるんですが、お魚博士の文化さん、はい、この後何が起こったと思いますか。そのままぐっすり昼寝。違います。ちゃう。実はですね、はい、この後バク、口を伸ばして掃除機のように砂と餌を一気に吸い込んでしまうんです。餌も吸い込んでしまう、はい、強力な胃の筋肉で消化してしまうシロチョウザメでした。怖いっすね。番組では視聴者の方からの可愛らしいペットの動画も募集しています。 TUF の公式アプリタプリの投稿画面からぜひコメントを添えて投稿してください。お待ちしています。